YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、ちょっと今日はね、朝からちょっと、編集作業してて、ちょっと小腹空いたなということで、この商品紹介したいと思います。じゃんと、明星ですね、チャーシューダレ油そばということで、もうデカデカとね、油そばの文字とこのね、パッケージの写真書いてありますね。はい、濃厚な旨味とマヨネーズが決め手ということで、かなり味も濃くてマヨネーズが効いてる、このね、もうデブにはたまらない味なんじゃないでしょうか。もう早速ね、お湯入れて食べてみましょう。はい、皆さん、パッケージで見て一瞬ね、あれって思った方いるんじゃないですか。ここのね、チャーシューですね、この焼き豚と書いてチャーシューとは読まないですからね。ね、しかも厳密にはチャーシューと焼き豚ってのは違うらしいので、確かにチャーシューはね、あの豚を焼くに、ね、料理ですけど、厳密に両者違うみたいなので、これはね、なんだ、あえてなのかちょっとよくわかんないですけどね。5色だったら面白いですけどね。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、ドアー。はい、中に入ってますのは、ふりかけと液体ソースと、マヨネーズか。それだけですね。はい。あ、結構麺太めですね。楽しみです。はい、はい、それでは3分待ちましょう。はい、では3分待ってる間、簡単に商品の説明していきたいと思います。こちらですね、6月の、5日ですね、月曜日から発売となりまして、お値段180円の税別となっております。はい、もうね、パッケージでかでかと油そばね、書いてありますけど、油そばとかね、混ぜそば大好きなので、もうこれは速攻買いました。楽しみでしょうがないです。はい、こちら商品コンセプトとしましては、焼き豚の旨味が凝縮した濃厚な醤油ダレにマヨネーズを加えることで、さらに濃厚感を引き出したパンチのある味わいですと。いいですね。濃厚なソースと好相性の太麺を組み合わせて、食べ応えのある一杯に仕上げましたと。いや、もうこれだけで美味しそう。本当に太麺ってとこもいいですね。で、さらに濃いソースでこうね、がっつりいけるっていうのがいいですね。で、まあ言いましたけど、麺も、濃厚ソースに負けない食べ応えのある太麺です。で、ソース、焼き豚の旨味が溶け込んだやや酸味のある醤油ダレに、ごま油、ラー油、ローストしたネギの香味油などを絶妙なバランスで合わせた濃厚なソースですと。いろいろこう油を混ぜてるみたいですね。いいですね。で、マヨネーズは、マヨネーズが油そばの濃厚感をさらにアップさせます。楽しみです。で、ついてるふりかけですね、ネギ、刻み海苔、七味唐辛子を組み合わせましたと。ちょっとね、こうピリッとしていいアクセントになるんじゃないでしょうか。はい、ということでね、まあ、最近もね、ラーメン以外にもこういう油そば、混ぜそばね、汁なし系のものがこう増えてきてますから、どういった感じになるのか楽しみです。早速ではお湯を切って食べましょう。はい、ではお湯切ってきました。もうね、太麺ですね。すごいいいですね。もちもちとした感じの麺がこう食欲そそりそうですね。まず液体ソース入れましょう。はいはいはい、わー、濃いですね。いい感じ。あ、すごい醤油の匂いがプーンとしてきますね。あー、もうかき混ぜると一層、かき混ぜると一層ですね、この油の匂いと。あ、すっごい、チャーシューの匂いすごい溶け込んでるな、これ。あの、チャーシューを作った後のこのタレをかけてるみたいな感じ。はい、ではふりかけいきましょう。はい、ふりかけ開けた時にですね、こう七味の匂いがふわっとしますね。これがいいアクセントになると思います。マヨビームなのかな、これは。はいはいはい、あ、美味しそう。でもね、マヨネーズそんなにいっぱいあるわけじゃないんですね。はい、こういった感じですね。あ、マヨネーズ入れたらこの匂いもね、こうふわっとしてきて合わさっていい感じですね。すげえ。はい、いただきます。はい、このね、マヨネーズの匂いはほんとすごい。で、それに乗せてですね、こう、このチャーシューのタレの匂い、これわかるわ。チャーシューダレって言ってる意味がわかる。あの、チャーシュー漬け込んだタレが本当にそれを感じさせますね。で、ほんのりね、ごま油するんですよ。またそれも食欲そそりますね。あ、よだれがやばい。いただきまーす。うん、ガツンとこう強いね、醤油の味が飛び込んできますね。うわ、すごい。でね、マヨネーズが入ってることで余計に濃厚に感じますね、これ。あ、美味しい、これ。でね、七味もたまにこうピリッとくるんですね。それがいいアクセント。で、麺も太くてね、食べ応えがあっていいですね。これいいな。スープがないんでね、こう本当に麺だけを楽しむ形なんですけど、チャーシューダレの存在感がすごいですね。で、醤油も、あの、ね、おそらく甘口じゃなくて辛口の醤油使ってるんですね。だからこう、辛い感じの醤油ダレが効いててすごい美味しいです。いやー、これ、
ペロッといけちゃうな、これ2つぐらい全然いけちゃうわ。うん、あーこれやばいな、めっちゃうまい。で、これね、具は全く入ってないんで、メンマとか味玉とかね、で刻んだネギとか入れて、これ自分でカスタマイズして、さらにこうボリュームアップさせるっていうのもありかもしれないですね。あのスープがない分ね、やっぱツルツルいってしまうんで、食べた後物足んないなってなっちゃうと思うんですよ。まあこれにご飯入れたりもいいと思うんですけど、これ単体ではね、ちょっとね、男の子には物足んないんじゃないかなって、もうちょっとボリューム欲しいなって思う一品だと思います。でも味はすごく美味しいです。濃い味好き、油そば好きはぜひ試してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。チャーシュー味じゃなくてチャーシュー誰って言ってるとこがちょっとね、味噌ですね。あのチャーシューのこの感じね、肉肉しい感ではなくて、チャーシューのね、あの漬け込んだタレの味がすごい出てるんですよ。これがね、美味しい。僕はこれほんと大満足です。ただやっぱりボリュームですね。何か別に欲しくなっちゃう。コッペパンに挟んでこう焼きそばパンみたいにしても美味しいかもしれない。あのトッピングはね、カスタマイズはちょっと各自自由にやってみてください。目にした方はぜひお手に取って試してみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そんじゃあね。